切れたの。待って。なあ。今新幹線だから電波悪い。大丈夫大丈夫だよ。ありがとう。ごめんね。星。大御所演歌手の名前を補正するんじゃないよ。知らないでね。うん、大丈夫、大丈夫。歌をギリギリセーフかな。セーフなんだ。ほんとだよ。演歌歌手をね。実は演歌好き。あんま知らないな、演歌。SKE に入りたい理由。なんだろう。SKE におっさんがいるんですけど、その人が楽しそうにやってるのを見て、やりたいなって思ったり。あと、映画見に行って、その、もういろいろあってね。やってみたいと思ったから。やばいな。あ。映画見たとき泣いた？いや、まあ。泣くとはいかなかったけど、うるっとはしたね。うん。味噌カツ、エビフライをいっぱい食べれるから。え？そうなん？ナレオスとかある？うん、松村氷その詩です。うんうんうん。母さん卒業だね。ね。俺はわかりますし。はあ。入ってから見たら多分泣けるかもね。多分。ああ、そうだろうね。カウダン卒業したら誰推しになる？え、全然決まってない。しかむしろ。決まってないね。大丈夫か、本当に。大丈夫、大丈夫。ありがとう。カートの卒業したら自分をしてください。なんでやねん。そう。熱々のたこ焼きを一気に食べたら喉治るかもよ。いや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 。カートが現役の間に入って、いろいろ教えてもらえたねって。できたらいいね。母さんの娘でも通用するね。いや、それは通用しないでしょ。松村香織にニーズが入るまでは残っとけって言わんと。いや、下手すりゃ何年も先になるかもしんないよ。
そうだに、今度 SK にニートが入るって言われて、ちょっと待って。ニート。ジェニアから娘はギリいけるやつよ。ほんと、ほんとギリギリだ。16か。ああ。めっちゃギリギリだ。もう高校、現役高校生やん。マノさん、定期ありがとう。母さん、オリンピックまではいるだろう。2020年、あと2年後か。真野さん、元レナ推しですな。コウタン、もうすぐ29になるよね。ニートちゃん入る頃は母さん29だお。そうなんだ。ポッケさん、初めて気づかれた。すご。星、投げるんや。いや、29やったら小じはる超える。SK に入ったら、母さんのことをお母さんだって呼んであげてね。松井奈々ちゃんがレーナって使ってたからね。ああ、そうなんだ。てかさ、みんなさ、風の回し方って知ってる？一番なんか早く治るやつ。昨日母さん抱きしてきたよ。そうなんだ。いいな。マノさん、SK 初期から見てますから。風の回し方、いや、そんな無理ですよ。風の直し方だよ。寝ることと、あとは星な？うん、わかった。龍角散のどあめ。マジか。やだな、龍角散嫌いなんだよな。首にネギ巻いて、卵酒を飲んだらすぐ治るよ。絶対、あれやん。悪化するやん。薬飲んで寝ろ、マジレス。バカになる。生姜湯？ねえ、生姜湯って。生姜入れたお湯？頭にみかんの皮乗せて寝るといいよ。あと、星。さ ける、ほんとに。セブンイレブンのコンビニとかでたまにあるはず。そうなんだ。人に移す。星。ん？あーね、たけるんって聞いたけどね。あーね。あー、神様。って約束したから、あ、何も言わないっすもん。人に移す。いいな。明日学校だから友達にめっちゃ移してこよう。スズメバチの幼虫を踊り食いしたらすぐ治るよ。めっちゃ嫌なんだけど。え、めっちゃ嫌なんだけど、それ。まあ、ほんまに薬飲むしかな。そうね。ちゃんととはいかないけど、ちゃんととはいかないか。薬飲んでるよ。スズメバチとか聞いたこと欲しい。ない。スズメバチとか聞いたことない。
長野のラーメンでかなり抑えられるけどね。そうなんだ。ないわね。なんて書いてんのこれ。韓国語がわかんねえ。アンニョン、ハセヨ。どうも。最後の治りかけの頃に無理をしないことだね。あなたの風邪は鼻から喉から、だから、ひらがな星にするなんて、確かに。アンニョン。言ったじゃん。言った通り。風邪は、免疫力が低下しているときに、普段感染しないウイルスが発症していることだけだから、よく食べて寝ることと星星星。なるほど、星ね。韓国語で、こんなんなとかじゃない？多分、そうなんだろうね。そう。アンニョンって読むんだ。すごいな、読み方。一生わかんなそうだ。とりあえず、ビタミン C を多めに取るといいよ。ビタミン C ね、レモン。とか？蜂蜜をそのまま舐めてみるとかは？いや、そのまま舐めるとかやばいでしょ。気合と根性。なるほどな。気合と根性な。なるほど。初見って、初見さんじゃないでしょ。初見じゃないよね。まさかに初見じゃないよね。金管とか、ああね。僕は看護師だ、そうなの？すご。バレた。いや、バレるでしょ。せめて名前変えてきなさいよ。の時間もキレキレやな。まあ、喉を使わないようにと言いたいが、オーディションの間は我慢するしかないな。確かに。初見だ、星。あ、そうなんだ。前田敦夫さん、アンニョンハセヨ、前田敦夫さんって誰？前田敦夫さんってあれか。ピンクのツインテールの人か。なめるって言っても軽く小さめのスプーン一杯よ。ああね。納得納得。風くらいで思ったれてるじゃない。 すいません。もう何回見に来たか。 20回近くじゃない？カツオ？おい、磯の合ってるかな？気合入ったでしょ？ まあ確かに。怖いのは今インフルエンザにかかることだと。あ、確かに。それは言えてるな。どうやら17回が最高らしい。じゃ、マノさん17回だな。星も17だ。星。ちなみに、プロフィールの累計ランキングに本文数書いてるよ。書いてるね。私のプロフィール見た？見たよ。だから誰か分かってるけど、言わないでって言われたから言わないです。
ニート姉さんの画像に変えといた。っていうかさ、星さん以外さ、ニート姉さんっていう人いないんだよね。ね、いても姉さんの感じが違うんだよね。この配信は8時まで駆け抜ける感じかなって。そんな感じ。まあ、もしかしたらどっかで一回、喉がーって言って切るかもしれない。私、いちご姫って呼んでるわよ。確かに。どちらかといえば、兄。確かにね。兄さんだね。ニート兄さんだ、ニート兄さん。やばいな、ほんと。好きだな。クーって。とりあえず一回更新しましょう。1時間過ぎた。じゃあ、10分休憩、15分、じゃあ15分挟みます。待って、とりあえず残像読みをとりあえずさせて。じゃあ5分にやめて、15分で20分からやるね。1位ドラ3、2位マノ3、3位ミネキ3、4位スノーマン3、5位真剣ブーレ3、6位 中村3、7位松本3、8位ポッケー3、9位クボッチ3、10位目指しドキドキセマ3、11位ねえな。1位から読むのね。1位から読むっていう、ちょっと独特なやり方なんだ。こんばんはって、こんばんは。待って、11位が表示されてないんだけど。あ、ごめん。11位、前田さん。12位、ゆきとさん。13位、みどりさん。ありがとうございました。20分からまたやるから、ちゃんと。5分から20分かけてください。ありがとう、マノさん。いつも、ほんと。ありがとね。またね。定期。入って。定期、いちご姫さん、15分休憩あります。ご了承ください。はい、これ、これ。よろしくね。5分になったからもう切るね。ありがとう。バイバイ。